始まりました。まるちゃん編集のユーミンです。今日ご紹介するのはこちらのモズの最新作のバッグです。とってもこだわりが詰まったバッグなので、ぜひ動画を最後まで見ていただけたら嬉しいです。まるちゃん、このバッグの何がすごいかというと、コーデュラファブリックが全面に使われているんです。今日はこちらのバッグに私の私物を詰めてみたので、こちらをお見せしながらバッグの説明をしていきたいと思います。じゃん、こんな感じで私が外に出かける時に持っていく必要最低限のものがこうピタッと入ってます。やっぱり横型だとすごく物がしまいやすくていいですよね。マチも18センチあるので、こういうポーチみたいなこうボリュームがあるものもすっぽりと入ります。でこんな感じで、あの550ミリのペットボトルもしっかりと入れていただけます。編集者の私のバッグの中身紹介をしていきたいと思います。普段かなり荷物が少ない方ではあるんですけど、逆にその厳選されたアイテムは常にないとめちゃくちゃ不安っていうぐらい大切なグッズばかりです。なんといってもですね、欠かせないのがこのペーパーブランクスの手帳です。これ何年も使ってます。浮気することもあるんですけど、結局これに戻ってきちゃうんですよね。で次にモレスキンのノートです。ここがピシッとなってるのですごく好きなノートです。であとこちらが私が大好きなキャラクターのコジコジのポーチです。あとこれ中身は全部ちょっとお見せできないんですけど、かなりごちゃごちゃといろんなものが入ってます。まあ、こんな感じでですね、紙面とか色香にですね、赤字を入れるために赤ペンっていうのは必ず何種類か常に持ってます。あとですね、これもしかしたらちょっとムック本の編集者らしいアイテムかもしれないんですけど、メジャーはですね絶対に持ち歩いてます。こうやってこうバッグのサイズを測ったりとか、こう不具合がないかチェックするときに絶対にメジャーって必要になるので、これは必ず持ってますね。あとは結構香り物が好きなので、このデマミエールのオイル、精油オイル、なんかこれをね嗅くとすごく眠気覚ましになったりするので大好きなアイテムです。あと私あの以前イルビソンテのムック本を制作したことがあって、その時に本当にブランドのことが好きになって、こういう小物類は結構イルビソンテを愛用してます。ちょっとねこれ1年ぐらい使ってて剥げてきちゃったんですけど、ミニ財布とあと名刺入れです。あとはメガネケース、そしてこのバッグの前にフロントポケットがついているので、こちらの方に会社用携帯とあと鍵を入れてます。鍵もイルビゾンテでした。最後にバッグのディテールを説明していきたいと思います。なんといってもコーデュラファブリックを全面使用。コーデュラファブリックって何かというと、よく男性のスーツとかこうアウターのジャケットとかで使われてることが多いかなと思うんですけれども、50年以上前にアメリカで生まれた生地なんです。とってもですね目が細かくて耐久性に優れた生地なんです。テントとかでも使われてることもあるらしいですよ。それぐらいしっかりした丈夫な生地をこちらのバッグふんだんに全面に使用してます。これおそらく宝島社史上初の試みとなってます。ここのですね底の部分もコーデュラファブリック使ってるので、あの私が持ってるようなアイテムって結構一個一個重たいんですけど、
それらをこう全部入れた時も底がこう落ちないんですよね。私物を全部入れてみました。こんな感じで重たいものを入れても底が全然落ちてこないんですよ。あとですね、このフロント部分にデイジーチェーンを施してます。例えばこんな感じでカラビナをここにつけていただいてもいいですし、最近だとハンドジェルとかですかね、こういう輪っかがあるといろんなものがぶら下げられるので便利なんじゃないかなと思います。こちらの引き手も長めの仕様になっているので男性でもこう持ちやすいですよね。そしてこちらの金具にご注目です。こちら取り外せるんです、ストラップが。なのでこうやってストラップを取り外していただくとこのような感じでビッグサイズのポーチに変身します。私結構ストラップを外してバッグの中のバックインバッグとして使うこともあるぐらいストラップ外せるのって意外と重宝しますよ。そして最後にサイズ感です。こちらは横が26センチで縦が18センチ、マチが 8.5 センチです。こんな感じでこう大判の漫画なんかがすっぽり入るサイズ感です。あとちょっとこう入れることないと思うんですけど参考までにこういうティッシュもこうすっぽり入ってちゃんとマチにも収まります。でこちらのストラップの長さは最長で105センチになります。大柄の男性もマックスにしていただければ持てるサイズ感になっています。ムック本の表紙では注目の若手俳優の飯島ひろきさんと鳴海由衣さんに出演していただいてます。お二人の着用カットこんな感じです。すごい可愛くないですか。鳴海さんみたいにストラップを短くして肩から背負っても可愛いですし、飯島さんみたいにちょっとこう流行りの持ち方でバッグをこうフロントに背負うっていうのもおしゃれなんじゃないかなと思います。こちらの本のタイトルはコーデュラファブリックショルダーバッグブックフィットモズです。お値段はなんと2350円です。コーデュラファブリックが全面に使われたバッグでこの値段破格だと思いませんか。実はですねこれコーデュラファブリックさんのご協力でこの価格が実現できたんです。今回で最初で最後だと思うのでぜひ皆さんお見逃しなくです。売り場はセブンイレブンとセブンネットショッピング限定商品になります。書店や他のコンビニチェーンでは売ってないのでお気をつけください。発売日はこの動画が配信された直後の6月の14日です。2ヶ月限定発売なので皆さんお急ぎください。本日もまるちゃんご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたらコメントいただけると嬉しいです。またねー。